それでは皆さん改めてこんにちは。今日はようこそ広島に来ていただきました。今先生からも紹介いただきましたけど、私太田と言います。で、皆さんに原爆の実態というか、それに関係するようなお話をしてですね、皆さんね、それぞれ考えていただければと思っています。よろしくお願いいたします。それから私ちょっとすいません、座らせていただきますのでよろしくお願いいたします。それではですね、話の筋書きと、言いますか、それではまず最初にね、被爆の概要ということで、原子爆弾が落とされた時のお話ですね。続いて皆さんのお話、それから、次には私自身が被爆体験ですね、実際に被爆しておりますので、その実情といいますか、そういうものを皆さんに、お話ししたいと思っています。それから3番目には、原爆の後生涯ということに書いておりますが、これですね、これ後生涯、これはね、ただ原爆で、病気とかいろいろであった場合の障害、例えば、皆さんが、自分家の方で交通事故とかそういう時にむち打ち症とかなったら後遺症と、後遺症って言いますよね。ですから後障害と後遺症っていうのは同じなんですよ。ただこと原爆に関してそのように病気とか傷とかそういうものを引きずっている人、こういうのを原爆の後障害と言います。それから4番目に、復興と平和への取り組みということですが、これはね、広島は原子爆弾が投下されて、これ広島に押されたのは世界で初めてですよね、原子爆弾。それはその時にはすぐ分かりませんけど、数日経って広島に落とされた爆弾は新型の爆弾ということで、アメリカ特捜部の方には翌日にはもうすぐ原子爆弾ということで発表しておりますけど、日本では分かりませんでした。違うな、現場普通の爆弾と違うなという程度だったと思います。そういうことで日にちとともにその原子爆弾、新しい原子爆弾と爆弾というのが分かってきたということでございます。それからこの原子爆弾というのは落とされた日、例えば、西暦で言いますと1945年の8月の6日8時15、正確に言えば、15分の17秒に広島に落とされた原爆、これは、世界で初めての爆弾ということですね。そういうことですが、この原子爆弾というのは結構普通の病気、爆弾と違って、体のない隅々ですね、にも爆弾から出された閃光というものをですね、体に通るといいますか、体の中まで、影響するということでございます。普通、爆弾って言ったらそんなことありませんよね。やけどをするというかそういう程度で、病院でも結構治してはもらえますが、こと原子爆弾につきましてはね、なかなか今もってまだその原因とかいうのは分かっていません。で、何が言いたいかと言いますと、復興と平和とこういうことなんですが、復興でね、今原子爆弾が落ちたのは、西暦や1945年で、ミオで言えば昭和20年ですね、の8月6日ということです。でその落とされた時で、広島には向こう75年間は草木も生えませんと言われていたんです。
ところが、今年は戦後から74年目ですが、今広島へ来られてみて、ね、皆さんの東生駒ですか、小学校近くを見ても、特にその草木も生えないとかいうようなことはと比べてもらっても別にそう差はないと思います。広島と同じように、皆さんのお家の近くと町と同じように広島にもそういう木々は生えております。ということはつまりその75年は草木も生えませんよと言われていたのは、まあ、嘘だったということですかね。そういう、まあ、最初に話がございました。でしかしそういうね、なったというのもやはりその行政関係、まあ、皆さんの方で言う市役所とか県庁とかね、ありますよね。まあ、そういうところの方たちが一生懸命、元通りにしようという気持ちで、作業に取り組んだということから、現在の広島市があるわけでございます。それから平和への取り組みということについては、まあ、我々が皆さんに原子爆弾原爆の時のお話をすることによってですね、まあ、もちろん、お家の方に帰られたお父さんお母さん、ね、友達にもお話をしていただきたいと思います。まあ、こうして、そういう話を続けてですね、話し続けていくことによってですね、原爆が風化しない、風化って分かると思いますけどね、だんだんと記憶が薄れてくる、これを風化と言いますね。今盛んに大きな行事とかいうことになれば、あの風化と忘れられないために風化、じゃあそれを、何回も何回も繰り返してお話をするというのが、風化を防ぐということになると思います。まあ、そういうことで平和への取り組みの一つとしてね、我々が皆さんにお話しするということでございます。前書きがちょっとなんでございますが、それでは、改めて、原爆の概要ということでお話をさせていただきます。まあ、今私が被爆したところ、これは、まあ、爆心地から、爆心地がここですね、これから900メーターのところ、この辺で私被爆しておりますね。こっちにもちょっとポイントついてると思いますね。これが爆心地ですね。それから900メートルのところで、被爆をしたということです。しかも、私兄弟は1人、弟は1人、それから両親と4人家族ですけど、全部、まあ、生き延びたということですね。そういう運があったということに過ぎないと思います。例えば、今その1キロとか2キロあたりに住んでいた人というのはほとんどが命がなくなっております。まあ、老いも若きもじゃない、小さな子供さんまでみんな亡くなってしまったと、こういう悲惨なお話でございます。はい、それではこの説明をいたします。この今この地図ですね、これとこちらの地図は同じです、ね、ですから見えやすい方の地図を見てください。でこの地図を見て、まずこれは広島市の地図です。その当時、昭和20年の、ね、頃の広島市の地図です。で赤い部分とそれから黄な部分があると思います。これはどういうことかと言いますとね、赤い部分につきましてはね、家が全壊全焼、爆弾が落とされて原子爆弾が落ちてですね、そのることによって、家がぺしゃんこになったり、それから、燃えてしまったり、ね、ということで、とにかく跡形もなくなったというのが、この赤い、部分ですね。これがだいたい、5万1000件あったそうです。それから次に黄色い部分ですね。黄色い部分、これはね、半分焼けて半分残ったとか、
半分倒壊、倒れて、そして半分そのまま、元のままでいたという部分を示しております。だいたい広島には、ね、35万人という人が住んでいました、当時で。今 の, その黄色い部分につきましてはね、1万5000件、あ、ごめんなさい、8000件です。1万8000件というトータルしまして、約7万件の家が広島市の家の数です、これね。はい、今ここには、薄くその丸が書いてある、これはキロ、大きさ、半径ですか、見るときに、例えば原子爆弾というのは、この近くで押されて、500メーター、1000メーター、1500メーターとこういうような、距離を出しております。はい、それでは次の場面に行きましょう。今、言いましたけど、広島には結局35万人の人が住んでいましたよと言いましたけど、この中というか、35万人の内訳を見てみますと、当然広島に市に住んでいる人ですね。それから、広島にはですね、軍の司令部といいまして、戦争の時の、何ですか、指示をするとか、そういう司令部というのがありました。軍の司令部、ね、兵隊さんたちのということの人たちと、それから建物疎開作業、ここ今指してますけど、こういうこの女子生徒がですね、そういう兵隊さんたちが一生懸命、家を倒壊するために手伝いをしている、こういう人たちが大体8200人ですか。で原爆の時に亡くなったそのうちの6300人が亡くなったということです。で、今 の, 軍の関係者ということを言いました。その後に、ね、建物疎開作業従事者、それから、当時はね、植民地の人も広島には生活をしていました。例えば当時は戦争していましたので、日本が、海外で、戦争して、その時に一緒に広島へ来た人、植民地の方々の合わせた数字が35万人ということでございます。はい、それから今度は今の建物疎開作業 の, この絵なんですがね、これどういうことを表しているのかと言いますとね、その時には原子爆弾というのは分かりません。でも通常戦争中ですから、爆弾というのは落ちることは分かってますね。そうすると、ここに爆弾が落とされるとこの家は燃えます。だからこの家が燃えると、隣にひっついていたこの家も燃えてくる、炎症するとか類焼するとかね、いうことを言います。ですからそういう災害っていうのは最小限にとどめるということから、この家をわざと壊して、そしてこことこの家とね、の間の空間っていうのを作るということによって、炎症とか類焼とかいう事象を作るというためにやっております。ですからもちろん人が住んでるのにそれを壊すわけじゃないんですよ、ね、住んでないお家をこのように、兵隊さんたちが壊していた。兵隊さんもあるし、また、それぞれ皆さんの町の近くの世話役さんとかいろいろおられると思いますが、そういう方と一緒になって家を片付けると、そしてその手伝い補助するのがこの、女子生徒たちです。でこれが今8200によって、6300人ですかが亡くなったということです。犠牲になったと。もちろんこれは広島市の話ですよ。で、当時は戦争中ですから、動員というのがかかりまして、はい、ダダイさんはどこどこ地区へ行ってください、手伝いに行ってくださいと、こういう、軍の方から話がある。そしてまた先生の方からそういう子どもたちを、指導して、現地へ赴くと、こういう格好されてたありました、ですけどこれでほとんどの女子生徒が亡くなったということが言えます。はい、
それから、この写真なんですが、これ何か分かります？何でしょう。普通の爆弾じゃないわけね。原子爆弾、ね、で原子爆弾ってこんなんですよ。でこれが広島に落とされた原子爆弾、それからこれが、その8月6日のに落とされたこの爆弾のあと3日後ですから、8月の9日ですね、11時2分ですか、長崎に投下されました原子爆弾です。で、広島に投下されたこの、原子爆弾ってのは結構スマートな原子爆弾ということで、リトルボーイとか別名呼ばれています。それからこっちの長崎の方に落とされた、原子爆弾というのは、まあ、ドンプグで、全くそのお相撲さんみたいな、ね、格好です。これを、今のファットマンとかいう他の名称がついております。で、まあ、広島に落とされたこの原子爆弾、これここからこの端までがだいたい3メーターですね。それからこの胴回りっていうのが、70センチですね、 0.7 メーターです。それから、重さが約4トンということですね。こういう原子爆弾を飛行機のお腹に抱えて、そして広島に飛んできたということですね。それから、まあ、これもそういう大きさよりですが、まあ、ちょっと少し20センチぐらい長くて、3.2 メートル長さ、それから、胴回りが 1.5 メーターですね。それから重さも 0.5 トン、4.5 トンという爆弾のあれを持っています。そして、この広島に、では広島のこの落とされた原子爆弾、リトルボーイと言いましたけど、この、原子爆弾というのは、グアム島の近くにね、テニアン島っていう島があるんですよ。ここがアメリカ産の基地だったということから、ここで原爆を飛行機に搭載して、そして約6時間半かけて広島にやってきたと、こういうことです。はい、それではこれでちょっと横から見た写真の説明しましょう。これが今、広島に飛んできた爆撃機、ね、B-29 と言います、ね、別名エノラゲイって皆さんも聞いたことあると思いますけどね、このお腹に今のリトルボーイを抱えてですね、それから広島に飛んできたということです、ね、そして高さはね、だいたい9600メーターということです。ですから、まあ、1キロ弱ですね。でもそれでもね、当時の広島の8月6日の広島って最高の天気だったそうです。で、しかも、暑い、もう今頃、今年の夏みたいに、思い出すような暑さ、天候は晴天ということで、全く、見下ろすのもよく見えたということで、実は、この前にですね、この戦闘機が来る前に、同じような B-29 ですと3機ほど、まあ、用務と仕事とすれば気象観測機と言われていますけど、そういうのが 3機飛んできて、そしてまず広島の落とすとするこの相生橋のこのね、ここを見て、あ、結構天気がよく見えますよということで、はい、広島に落とせと、こういう指示をして、ここで広島に来て落としたと。ということです。で、まあ、その3機っていうのはもうすぐ飛び去ってしまいましたけどね。でもその時にね、ちょっと、まあ、余談になるかも分かりませんけど、こういう戦争中には防空壕っていうのがあったんですよ。聞いたことあるでしょ？ね、穴を掘って、地中に穴を掘って、その中へさあ、爆弾を重量飛行機が来たよって言ったら、みんなそこに逃げてたね、隠れてたということです。ですから、
その偵察機が来た時、みんな、はい、空襲警報発令とかいうのを、兵隊さんとか、また、町の偉い人とかね、そういう役員の方が、みんなに伝達をした。じゃあいうことで、防空頭巾っていうのをかぶってね、布団を折ったような、これね、それをかぶって防空壕の中へ入っていきました。しかし、その偵察機が逃げた後、この飛行機がその後来て広島へ 8月の6日の午前8時15分ちょうど広島へやってきて、ここで、この IA 橋の T 型のところを目標に、原爆を投下したわけですね。ですけど、なぜか、原爆の取り付けているラッチを外して、そして弾が落ちた時、これからこのように流れて43秒後、これぐらい流れた弾がね、それから、今度は高さにしたら 600m になりますけど、これこの 600m のところで初めて原子爆弾が爆発した、ね、そしてその時に、先ほど言いましたように、放射能とこういうのをその原子爆弾の中から発射されて、その時に閃光という言葉をよく言いますけど、閃光を浴びた人、受けた人は皆やけど、ね、またこう衣服を着ていると、そういう衣服でもその衣服でこう縫い目のある部分についても割と残ってるんですよ、こうやってね。でもその1枚だけのものついては、これをで閃光を浴びた場合、その部分がずらーっと焼けて、ね、焼けていて火が出るほど焼けるんじゃなくて焦げるというか、そういう状態でボローンとなってしまったということです。で、まあ、私事になりますけど、私は、まあ、さっき先生が紹介していただきましたが、まあ、幼稚園に行くということで、母親が、この8時15分の時には背景背景ということでね、母親の後ろについて出た時に、母親も前面におりましたから、今の閃光を浴びて前側この部分については、まあ、この顔の方についてはちょっといろいろ障害があったと思います。ですから閃光を浴びてないんですが、これから下ぐらいはですね、上半身っていうのを閃光を浴びて、これが後々やけどとなって、後々今ケロイドとなって、ね、こういうのが一つ先ほど言った原爆の後障害の一つにもなります、ね、なかなか治りません。で、今もってね、これも余談の話なんですが、広島市内に5カ所ほどそういう原爆養護ホームというところがあります。そこには今でもまだ療養を続けている人がおります。いっぱいです。それをしかも、私も言ってくださいとかって待ってる人もおります。ですが、そこが開かない限りは入れませんのでね。まあ、そういう状態で、放射能っていうのはかなり後々にこう響いてくる。で、今もってまだ治らない。で、もってまだ原因もわからないと。こういうものです。はい。で、それから今の、ちょっとこの絵に戻りますが、これが産業省令館。で、ここが島病院と言いましたね。当時の外科病院だったんですが、実際はこの今絵にあるように43秒後に閃光爆発して、閃光を出した。そしてここで、ピカーッと光って閃光周囲に、散らばったということですね。それから600メートル下のこの島病院のところが本当の原爆が落とされた位置、つまり原爆の中心地でございます、ね、それから今これは原爆ドーム、この時にはこれは産業省令館、ね、と言いまして、いろいろと、あちこちへ、PR と言いますか、なんとか特産物とそういうものを紹介をするところですが、今皆さんが見られた屋根だけこうピュッとこうとね、かぶとかぶったような跡がありますけど
これが原爆道具でございます。まあ、今皆さん見られたこの周囲ってのは芝も終わって柵もして皆さんあんまり入れんようになる。これ何も見さんとか入らさんとかそういう意味じゃなくてね、やっぱりそのそういう原子爆弾に遭った時にこの建物に結構響きっていうのが入ってるんですよ、割れがね。だからそういうのをから障害事故をいうのをなくするためとかいうことで、またそういう日々にはですね接着剤とか入れて今現状をとどめているということです。今年なんかするとそういう補修作業をするというのを聞いております。大体5回目ですかね。まあそういうことです。それともう一つはこの原爆ドーム周辺の、約1キロ確実な1キロなんかもうあわよくばじゃなくて、範囲を広げてせいぜい 2キロぐらいまでですが、この1キロ以内のこの付近というのの地表温度わかります？地表土地、ね、建物が建っているところの付近の、土地の温度、これがだいたい3000度から4000度あったそうです、ね、じゃあちょっと3000度から4000度ってちょっとピンとこないと思いますが、製鉄所があります。そこらで溶鉱炉鉄を溶かしてます、ね、これがだいたい1500から1800ぐらいの温度で鉄を溶かしています。それが、ここら辺りで地表土地の温度ってのは、3000度から4000度あったということで、もう一部にもない、家屋やなんかを焼失したということでございます。それからこれはまあ、原爆をされて3日後ですが、広島では神谷町と花鳥森中心街その方から原爆ドームを撮った写真です。まあ、このように分かりますが、もう家が建ってたところあたり全部木造の家って全部崩れて壊れて、そして燃え尽きてという惨状であったということです。それからここにね建物がちょっとずつあると思います。まあこれは本校は国民学校では、私がまあ翌年の5月か6月頃だと思いますけど、この学校へ行き出したんです。でこれがね、今市内電車の図なんですが、まあこの時間帯を言えばそうでしょう、皆さんでもそういうに勤めに行く人とかね、お父さんお母さん勤めに行く、そして、学校へも行く、いうちょうど時間帯にもなります、ね、それから、まあ、家の方では火事一斉に燃え上がったというのは、各家でもみんなそういうヒノキを扱ってたということで、倒れた時にはもう一斉にしてみんな燃や各家から燃え上がったということで、まあの火が広がったのは時間がかかってなかったという、一斉に燃え上がったということですね。でこの電車っていうのはね、当時これ広島では電鉄といって市内電車が走ってます。今でも結構走ってます、何線ってね、奈良の方で走ってると思いますけどね、まあそういう電車には満員ですよね、みんな勤めに行くとか学校行く人とかそういう人が、私ものしてみんな満員電車です。ですけどそういう被爆によって、鉄の電車でもこのように焼けただれてしまった。それからまたそういうたくさんの人この中にはいたんですけど、まあ、これ見ても分かるように生き残ったとかいう人はまずありません。全部、命をなくして、そして、ここには結局は骨だけが電車の中にあったということでございます。これは先ほど言いました神谷町八丁分の方、逆に原爆ドームの方からですね見た写真でございます。それから今ちょっと説明したあちこち説明しましたけど、これが島病院といいますね。そして、
これがこういってここ原爆ドーム、これですね。昔はこれ産業奨励館と言っております。今、原爆投下、ここは原爆ドーム、原爆ドームと言ってますけどね、当時はそういうところで、内外に、PR する、特産物とかそういうものを、まあ、皆さんに紹介するというような仕事をしていたところです。そしてこれが先ほど言いました、私が翌年から通った本川国民学校ですね。あの当時は小学校とかいうの、本川あこ今は小学校って言いますか、当時はみんなこういう国民学校とかいう名前ついてますね。どこの学校でもそうです、ね、ですから戦後につきましてはもうこう本川、学校、本校は小学校ですね、中学校、高校とこういう名前がついてます。それからこれ私のこれ自宅位置です。これね、先ほど先生からも紹介、だいたい900メーターです。ここから、この学校へ通ってたということになります。あ、それからね、ちょっと今この中で、今皆さんがいるところ、これが広島平和記念資料館ですね。で、ここの東館と西館というのがありまして、この東館の地下が今皆さんがおるところです。この部屋はメモリアルホールと言いましてね、350人ぐらい入れるような部屋です。それがこの西館、東館の方です。ここに広島市の平和記念資料館というのがありますね。それからこれからね、150メーターぐらい行けたところに、今度は国が建てた国立の記念祈祷館というのがございますね。またこれ内容はちょっと違いますけどね、特に、また時間があればまたそれを見られてもいいんじゃないかと思いますけどね。そういうことですね。はい、これがこれがやっぱり原爆を投下されて3日ぐらいの後に撮られた写真ですね。それからこれはさっき建物疎開作業で女子生徒が動員かかってましたよと言いましたね。8200人ですか。そういう人たちで生き残った人、原爆落ちて、焼けて、焼け土して、丸焦げになった人は別として、ガラガラ命があった人についてはこのこれは三浮橋という宇品の方面なんですが、ここの、あった軍の司令部で、ね、ここへ、何か薬はないかということで来て待ってる状態ですからね。ですけど特にここにもそういう薬ってのは ありませんでした。ですからせいぜいそのやけどしてした女子生徒たちは油を塗るとかね、これね、またメリケンコットンとかありませんけど、まだ、当時ここに歩いたそういうものしかありません。そういうものを塗ってその痛みを和らげていたということでございます。といってこのそういう火傷した人は今持っても治ることはありません。ケロイドということで、今おります。そしてこれはね、今現在の原爆ドームの下に、ある、これ横にある川ですね、元安川っていう。これはあの川岸、そしてここにねこうやって石段をこう階段 になったところがあるんです。今あれこれあります。そのままこれ今の写真ですからね。上はこういう何て言うんですか、鉄カブトみたいなのがあるということですが、この下がそういう具合にあります。これを広島では雁木と言います、ね、で大体広島は、川が7本当時はありました。今は、一緒になって少なくなってますけど、当時はそれだけの川があったということと、ですから
車がなかったわけじゃないんですけどは、そういう川を利用して、島とかそこら辺りの産物とかいうものを広島に持ち込んでいたということです。でここに船を横付けしましてね、これ今実際に ある原爆ドームのところにあるのは8メーターぐらいのところだね。ですけど、大きいところは20メーターとか30メーターぐらいの岩気がありまして、そこから、船を横付けしてそこから渡り板をかけて、搬入していたと品物ねいうことです。岩気って聞いたことあります？ない？だいたいね広島のこういう岩気ってのは400箇所あったんですよ。今はもうないですよ。都市整備計画とかいろいろあって、川もちゃんとこの岩気もこういうところも川岸もきれいになっておりますけど、まあ、そういうあれに沿って今度こういう岩気は少なくなったということです。今は船で運搬するとかいうことはまずありません。そういうことですね。はい。でこの岩気ってやつをもうちょっと横から見るとこんなんですよ。これね、1,2,3,4,5,6,7,8、これまた写真に見ますけど、いや地上で、まあ焼けてやっと生き、逃げてきたという人たちがこれに全部横たわりまして、その水をくれとか助けてくれとか、ね、言って、いました。もちろんここに、来た人たちっていうのは、まあ、焼けて真っ黒焦げになって、そして、体は膨れ上がってねということで、本当地獄の絵図とこういうところです。で、ここには正直目に釘が刺さったというような人とかね、例えばね、お母さんが赤ちゃんを抱っこしておんぶしてかここへ逃げてきた、しかし、お母さんはもう火傷してで命がなくなった。でも赤ちゃんはその背中に追われとることもありまして生きていたということで、泣いていたと、お母さんは死んじゃったという光景もありました。ですからここにはそういう怪我をした人たちが水を求めて来たところ、岩の岩気といいます、ね。まあ、大体こういう岩気がさっき見ましたように400カ所ぐらい広島はあったわけです。小さい岩気ってまだ大きかったんですよね。そういうのがあって、その地上でもこの近くの人ですね、この家の近く、例えばこの岩気があったらこの近くの人たちはこういうところへ逃げてきたとこういうことですね。そしてここで水を求めてきたとか、私自身もね、親子、弟一人おります。で、2人兄弟、それから両親と4人家族ねが、ここからね30メートルぐらいのところに、この岩気ってのがあって、そこへこう逃げてきました。逃げてきましたけど、ここへ逃げてきたところにはもうすでに地上の方は火の海ですね。こういう状態です。もう木造だったらもう一斉に燃えてるわけ。さっき言いましたように、そういう時間帯ってね火を扱ってます、各家でもね、みんなね。だから一軒一軒燃えていった、燃え続けていったというんじゃなくて、一斉に燃えたわけですから、もう手の施しようもないということ、消火もしないということです。ですから、もうここに来るともは逃げるところもないわけですね。この中行く、地上に出ることもできる。じゃあここでずっとこうやって、いて、そしてまあ、弱い人はもう亡くなっていってということですね。このまあ、こう辺りのこういうの地獄の絵図といいますか、ね、痛ましい、状態であったということ。私自身もね途中からこの真ん中ぐらいのことだと思いますけどね、死体を売る時に、親子と売る時に、ね、こういう、まあ、みんなの間を縫ってね売る、その時に、ね、足首を持たれましてね、水をくれ水をくれとね、おい水くれ、何なんだ、近づいはあれじゃないわけよ、ね、もう命からがらですから、水をくれ助けてくれとね、そういう叫び声ね、そういう人たちに足首を持たれてね、水くれって言われたことがあります。ですけどそういう人たちってもう
手や足も焼けとるわけですから、もう真っ黒けで、私足首もたれてた時でも向こうへ抜けるぐらいのズルズルなんですよ、ね、で、なんとかして、足を抜けて、下へ降りましたけど、でも父親に言いますとね、こういう時に水を飲んだらその時すぐ亡くなってしまうと言われています。ですから、まあ、水は私、渡しませんでしたけどが、まあ、またどのようになったかというのは分かりませんでした。こういう、まあ、状態だったということ、雁木ではね、それを、まあ、皆さんに説明したかったわけです。それからこれはね、川の水、だいたい広島の川、各川ともに干満の差、干潮と満潮の差って大体3メーターぐらいです。これは、その水がなくなって、そして半分は砂地で、川の中ですよ、そして半分は、流れのない川ということで、こういう人たちはそのまま焼けて、川に浮いたままの状態であったと。それから河原にこの砂地の方におった人っていうのはこのまま砂地の上で止まってしまったということは、つまり広島の川っていうのは干満の差がありますよということで、流れていてもだんだんと水がなくなって干潮になると、もうそのままで止まってしまう。また今度水が出てくるといえば、その流されてまた上がってくると、こういう繰り返しをずっと広島の川はやっていました。だいたいね、10日ぐらいするとだんだんそういう人数も少なくなってきた、焼けた人たちもね少なく、まあもちろん川の関係については船で死体を上に上げるとか、まあ、そういういろいろな策を講じて少なくなっていたということですね。もちろんこれは人間だけじゃないんですよ。それはもう牛や馬もおりますよ。猫や犬もおりますよ。ね、鶏もおります。それから家のもの、すべて、そういうものも全部流されていたということ。だから、川が流れても、下は見るようなことはできません。ね、もうまあ、そんなものがずらーっと流れていくわけです。こうね。ということです。それから、今の川の関係。で、地上ではですね、そういう川のないところでは、昔はね、こういう防火水槽というのがあったんですよ、ね、そうですね、まあ、皆さんの今家の近くにもこんなのかないかなと思いますから、火事がでなった時、火事になった時に、ここの水を汲んで、その燃えている場所へ、手渡しで、バケツで手渡しで持って水をかけていたと。昔、今みたいに消防車がおるとかいうのことはまずありませんでしたからね。そういう人海戦術でそういう措置をしていたという、その防火水槽の、防火水槽、防火用水槽と思います。まあそういうところにみんな、まあこれ空いてますけど、これはほとんどみんなここへ来て、ここで水をガブガブガブ飲んだ、飲みました、ね、そうするともうそれさっきも言いましたように、飲んだらそのまま亡くなってしまう。ですからこういう人たちも飲んだらそのまま頭を突っ込んだまま状態でここにいたと。例えば心当たりの人、水を飲んで腹いっぱいになってここに膨れ上がってね、いう状態で、まあ、いずれにしてもこの近くには川から遠い人はこういうところへ来て水を求めて、ということでございます。はい、ちょっとなんか余談にのことになってますが、原子爆弾には今の強烈な熱線と爆風っていうのがありますね。で、熱線っていうのは結構温度が高いわけですよ、ね、参考に言いますと600メートル以内にあった柳があれば、表面が溶けてブツブツの酸素になっている。まあ、資料館あたり行かれたら分かると思います。それから2キロぐらいの時では、大体衣服を着ていた人、それから、洗濯をしていた、その洗濯物にも着火したと。衣服も
人体の皮膚を着火したということですね。それから爆風というのは大体、半径2キロメートル以内の木造家屋のほとんど倒壊した。で、まあ、特筋コンクリートとか建物は、ね、破壊は、まあ、しませんでしたけど、窓とか出入り戸というのはガラスとか全部粉々になって、鉄道あたりはひん曲がったような扉がなっていたということでございます。それから、まあ、この原子爆弾が通常と異なるというのは、大量の放射線を出したこと、これも先ほど言いましたよね。まあ、そういうことによって、放射線によって人々はさまざまな障害を受けたということ。ですから、まあ、発熱、下痢、嘔吐、脱毛ですね、こういうあたりを、当時では急性障害と言っておりますということです。で、先ほど広島に落とされる原子爆弾のによる死者といいますかね、人数というのは当時の死者の数というのはまだ分かっていません。文献にもそういうのは書いてありません、ね。しかしその年の、昭和20年の12月の末の時点ではだいたい14万人の人が亡くなったと言われています。もちろん、病気を引きずって、そして、その年で亡くなったと。で、まあ、原子爆弾の投下と同時に亡くなった、そういう人たちを含めて、14万人の人が亡くなったということです。その点、3日後に落とされた長崎ですね、この方につきましてはね、すぐ死者の数って7万人と出ております。まあ、そういうことでございます。そして原子爆弾というのは結局お年寄りから小さい子供まで無差別に殺傷したということですね。大人だけ、殺傷したんじゃなくて子供も殺傷した。そして、まあ、今なお先ほど言いましたように放射線による被害というのは長年に、わたって被害者を苦しめているということです。まあ、そうですね、はい。それからさっき電車の関係は63両ですね、市内走ってた当日は、その朝はね。で、それで亡くなったということ。時間がなくなりましたね、これね。はい、それでは、原爆の後障害といいますかね、にちょっとお話をさせて、ちょっと端へちょっと話しましょう。一つにはね、原爆、あ、そうか、今川の話しました。これ陸上ですが、さっき防火用水槽がありました。そしてその地上でね、亡くなった人ってのはこのように兵隊さんの服を着たような人がね、担架で集めて、家の倒壊した家の下敷きになってそのまま亡くなった人というのを、集めて、そして広い場所、運動場、学校の運動場とそこら辺りに枕木をこう積んで、その中へそういう亡くなった人を入れて油をかけて、そして、燃やしていたと。かっこよく言えばダビニグしていたということで、地上の死者については整理をされていったということでございます。ちょっと話をへし折りましたけど、まあ、そういうことでございます。そして、今度はですね、原爆の障害ということでちょっとお話しますと、原爆の孤児の悲劇ってのはというのは当時、学校の生徒さん、4、5、6年生、小学校についてはね、の生徒さんというのは、この、ね、広島市内から、この周りの学校とかお寺とかね、そういうところに行って勉強をしていた。先生と一緒に行って勉強していた。ところが、爆弾が落ちて、両親が広島で亡くなったら、そういう子供を迎えに行く人はおりません。ね、そういう人たちが、結局は、原爆孤児となって、まあ、当時はですから孤児院というのがね、子どもさんの収容所、孤児院というのがありましたけど、まあ、それでは、だんだんと物足りなくなって広島市内へ、出ていった。でも食べるものは市内にはありません、何もね。ですから、まあ、そういう
ていうかな、大体6500人ですか、子供がいたそうです。2000人から6500人いたそうですね。そういう人たちがみんな原爆孤児になって、要、そうね、話の芸なんかのこう漫画にあるじゃないですか、ね、ああいう状態だったということでございます。で、まあ、そういうお父さんお母さんが元気な、うちの人は子供を迎えに来て、ね、連れて帰るということで、残った人が原爆孤児ということでございます。それからね、今度は被爆女性の悲劇というのがありますね。女性がその顔やなんかをこう、や、線香浴びるところ、いや、あったところが全部こう、やけど、ツルツルみたいになるんですよ。もう凹凸もなくなってくるしね。まあ、そういう人が、治すために、大阪や東京の病院にも行きました。なんかまた25人がなんかアメリカへ行って、そういう療養に勤めた。つまり、体の一部を取って移植するんですね。そして、一生懸命、回復に努めたということですが、とじゃあ、治ったかいたそうでもありません。見たら同じような、ね、状態です。私も見ております、ね、そういうことだったということ。それから、これは、まあ、原爆、女性の悲劇ということです。それから、ね、体内被爆というのがあります。これはつまり、赤ちゃんがお母さんのお腹にいたときにお母さんが原爆にあった、線香を浴びたと、こういう場合には、そのお腹の赤ちゃんは亡くなっていたと。それから運よく生まれてきても小凍症という病気がありましたね。そういう病気になって亡くなっていたと。ですから今もで、そういうで長く生きている人ってのはいません。そういうことだったと。それから、まあ、一番皆さんが関心があるのは、あの原爆のこの像、ね、これは佐々木貞子さんという方が、2歳の時に被爆して、そして今度は学校行きたいして実際の時にですね、白血病と原爆病ですね、これです。これなになって、たくさん、あら、時間がないですね、ちょっと。どうでしょう、よろしいですか、もう少し。いいです、はい、ちょっともう5分ぐらいください。こっちね、ちょっと話が前後にさせますけど、そのようにして、佐々木貞子さんというのは、白血病ということで入院しました。そして、入院して先生から、その、もらった薬袋でね、1000羽ほど鶴を折ったら治るよと言われて一生懸命折った。しかしダメだった。1300折った時に治ったかといえば、その時にとうとう命がなくなったということで、原爆のこの像というのがあります。それからちょっと前後話します。今これはお父さんとお姉ちゃんなんですが、原爆に遭うと頭の毛が抜けたんです。みんな抜けたんですよ。私らも、両親も抜けたし、私も弟もみんな抜けました。丸坊主です。まあ、男の子についてあんまりどうつくことはないですよね。丸坊主にすることは。でも、女性が、とかそういう人が髪が良くなると、やはりそれはモテるのではないかなと思います。ね、ですから、市内行くときには、防空付きじゃないですけど、布団をかぶってね、それから出たという話も聞いております。まあ、そういうことが言いたかったということです。それからこれは、やけどをすると線香を浴びると、これが後々時間が経ったらこのようなケロイドになります。もちろんこれは今の毛穴とかもあれ、これはありません、潰れております、ね、ですから痛がいっていうんですかね、こういう状態です。ですからこの当時には薬とかいうものありませんか。ただ添加布っていうのは皆さん聞いたことあると思いますが、そういう添加布をつけてですね、こういう痛みをこらえていたということでございます。これはまあ私これ本川小学校に入学して、ちょっとした時に撮った写真です。私もこの中におります、ね。まあ、こういう、今は皆さん制服とか学校では決められておりますが、当時はそんなものありませんからね、あるものを着ていくというのが実情です、はい。それから今ちょっと話したのがこの原爆のこの像、まあ、そういうことから、
かわいそうだなということで先生方が何か話をされて、そして、まあ、お金を出し合ってこういう像を作ったということでございます。そして、まあ、奥に、その向こうに見えるのが、これが、まあ、皆さんが折って広島に持ってこられて、ここに持ってこられた、千羽鶴がたくさん、保管してありますということです。これはね、はい。それからこれはまあ復興の状態を示した写真です。それからこれが今現状の広島記念資料館の前景。そして今皆さんがおるのはこのここに東館というのがある、この下においま す, 今す、ね、こっちは西館で国際会議場とかいうものがございます。はい、以上話したいことはこれだけなんで時間がもうありません。誠に申し訳ございません。では最後にですね、まあ、皆さんへのお願いっていうのは、まあ、こういう先ほど冒頭もお話ししましたけど、まあ、帰られてもお父さんお母さんに話したり、まあ、友達にも話をしていただいて、まあ、その風化というか現場の風化って今最近言われますけど、だんだんと意識がもう覚えが薄くなってくるということで、靴伝えにこう言っていただくよう努めていただきたいと思っております。また大きくなられたこういう核兵器ね、核の関係、それから高級平和の関係に努めていただければと思います。最後ちょっと走って行きましたけど、すいません、一応私の話は終わりにさせて